はい、つまりありがとうございます。パーソナルレイクでマットサオさんですね。はい、マットカタカナなんです。はい、よいしょよいしょ。USA を1つです。まあちょっとまた参入か出てき、ちょっと微妙なところなんですよね。まだちょっとわからない状態。はい。まあ入ってきたらホームページの方で、はい、更新して販売しますし、まあ、X の方で、まあそこそこ数量があったら、X の方でご案内してから、そこそこ量があれば、ない場合は、ゲリラグラミアに販売させます。はい。こうやってやってあげます。思ってたんだな。ピッチャーか。あ、違う。ダッシャーか。ピッチャーか。はい、はい。まずはザ・ピエルさん。はい、はい。ザ・ピエル・ネエスさんですね。うん。うん、よいしょ。まあ、だいたいここの、ここだよね。はい、はい。かなりドラフト有力なところは、一番目と二番目ですね。一番下が必ずっていうわけでもなくて。はい、はい、次、パッチを取りました。ジェイコブ・ロン、ああ、はい、ジェイコブさんもちょいちょい見ますが、ね、パッチオチ25シリーズです。はい、はい。あ、はい、はい。ああ、昨日ちょっと引けなかったんですけどね。サムライジャパン。199ですね。バークリー・マース。マーベルス。はい、サムライ、ちょっとまだ水野のロゴって、どうだろうな。知り合い少ないかな。ああ、でも普通か。ああ、金で光ってんな。宗山さん宗山るいさん。はい。ちょっと待ってくださいね。これ裏で知り合いどうだろう。明らかに水野ナンバーのロゴ。水野のロゴ。いきます。うわ、あれ、おお、はい、はい。うん。ちょっとわかんないね。でも、去年の大会の選手たちですので、プロダクト的には2024なんですけど、出場してるのは2023の大会ですので、多分まあ、社会人に行くなり、こう、NPB に入っている、すでにね、育成、もしくはドラフトで、とか、はい、ちょっと調べてみないと、全然わからない。これがちょっと NPB も勉強しないといけないですからね。はい、はい。で、次は、フィエンさん。ガビン・フィエンさん。ね、この大体育成のところは高校1年生、2年生、まあ、いわゆる高校3年生で、ね、ある程度結果出して、大学行くなり、プロに行くなりっていう、まあ、そこで強化する意味で、高校1年生、2年生にスポットライトを浴びてるでしょうね。アービスですね。で、招集をかけて、切磋琢磨、はい、してね、レベルを向上、みんなで向上していくっていう。いいパッチンしてきてる。なので、まあ、この、まあ、カレッジの方も多いけど、この育成選手の場合は、まあ、育成っていうかね、強化選手の場合は、あと1、2年ぐらいは最低でも見ると。で、はい、パッパッ。2種類とかあんのこれ。あ、ちょっと待って、ちょっと3枚数は少ない。6枚だ。これはクレームなんですね。クレームして全然繰り返してくれって言われたらどうするっていう怒り返さないよねこのままでいいです、うん、このままでいいです、絶対言います、はい、はい、テディさん、さんこれ8リですね、うん、はい、はい、このナショナルチームだからちょうどここですね、ここですね、8枚ぐらいしかないんだな、うん、多分ね、ね、はい、はい、で、よいしょよいしょ。あ、ジェイコブ・ゴンダン。はい、パニーニロゴが来ました。カレッジナショナルチーム。
これシーカー、でもセブンオートは目村ですね。はい、はい、セブンオート目村だから関係ないわ。1,2,3,4,5,6,7,8。しかも1枚多い。あ、1枚多いんだ。あれ、セブンオートは目村だよね。ああ、だから去年もなんか1枚多くて8枚入りとかだったよね。ただそれインターナショナル枠とか入ってたから。それで、あ、はい、ガグリオン、はい、行きました、ベースカー。大注目の選手ですね。うん、はい、50周年です。でかくて強い。うん、ね、その強さが本物だから、ストロングバイ。はい、ということで、パニーニさんはこれ6種類ですね。ホームとアウェイと両肩にあるのかな。どうなんですかね。まあ、でもこの、必ずパニーニっていうわけじゃないんで、たまたまこうパニーニに入ってたというわけで。うん、ですね。で、胸山さんですね。はい、ワン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 来ました。すごいね、だから、パチオと、この辺か。でもまあ、ねえ、かぐるね。はい。8シリ6シリ1ワン。ですね。8シリ6シリ1ワンワン。っていう感じになりました。まあ、ここは、普通に南半破壊地下のランダムで、台湾か日本人選手だったんですよ。で、そこから59と25とかあるよね。だから80、90枚ぐらいのあなたの一つの選手で。それでたまたま90分の1ぐらいでワンワンを積もっただけですけど、ワンワンだからだけです。っていう感じだと思いますね。うん、はいはい。すごいね。こういう出方っすね。はいはい。うんうん。ここね。はい。はい、じゃあちょっと彼は後で検索してみてください。胸山さん。ありがとうございました。